ジャン・ブワンはフランスマルセイユ出身の陸上競技選手。1912年ストックホルムオリンピックの銀メダリストである。ブワンは1908年ロンドンオリンピックの代表であったが、5000メートルのレースの前日、バーで喧嘩に巻き込まれ、警察で人夜を明かす羽目になってしまったため、フランス選手団は彼の出場を認めなかった。その後、ブワンは、 1911年に1万メートルで30分58秒8の世界新記録を樹立。1912年にはフランス選手権の5000メートルを14分36秒8のタイムで制覇。そしてストックホルムオリンピック直前には3マイルでも世界新記録を樹立した。ブワンはストックホルムオリンピックの5000メートルに 出場することとなったが、このレースは大会を代表する名勝負となった。レースは、フィンランドのハンネス・コーレマイネンと、ブワンが終始先頭をリードする形で進み、ラスト一周、ブワンがペースを上げ、コーレマイネンを突き放そうとしたが、最後のフィニッシュでコーレマイネンが差し切った。ブワンは10分の1秒及ばず銀メダルに終わった。翌年、ブワンは7月6日に、 ストックホルムで行われた一次完走に出場。このレースには前年のオリンピックチャンピオンのハンネスコーレマイネンを含め30人の選手が出場する中、19,219メートルの世界新記録をマーク。ブワンには次のオリンピックでコーレマイネンに接続を果たす上で大変な自信となったレースであった。彼はタバコをやめ、より一層厳しいトレーニングに打ち込むこととなった。 しかし、彼の努力も第一次世界大戦が勃発し、1916年のオリンピックが中止となったことで、夢はついえてしまった。その後、ブワンは第一次世界大戦に従軍。不評連隊に所属していたが、1914年9月29日、ロレーヌ地方において25歳で戦死した。彼の生前の功績を称え、パリには、 スタッドジャンブワンと名付けられたラグビー場が存在する。また、同名のサッカー場がロワール地方のアンジェにも存在する。ありがとうございます。